ミトラは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名は司教官より、主な勝倉は2015年の勤車地章、2014年の福島記念、デビュー戦で最下位に敗れたため強制される。しばらくはダート戦を使われていたが500万、1000万とダート戦200メートル戦を連勝後に臨んだ、デビュー戦以来となる芝でのレース。 フリーウェイステークスをレコード勝ちし、芝を主戦場に変える。高級後、2戦を3着、9着とすると、紅葉ステークスを1着とし、オープン馬となる。昇級初戦のオールカップは2着、年が明け5歳初戦ニューイヤーステークスは、後位から先頭に立ち優勝する。初の重賞となった、半球杯は14着と惨敗するが、得意の東京、パラダイスステークスで1着。 オープン2勝目を挙げる。その後、関谷記念10着、京成杯オータムハンデキャップ3着、富士ステークス6着とマイル重賞を3戦連続、使われる。自走、初の2000メートル戦となった、福島記念は、短期免許で来日中のミカエル・バルザローナが起乗。レースは、行為の因を追走し、ロスなく、外に持ち出して並びかけ、 抜け出し、2着に一馬身1、4差をつけて1着、重賞初制覇を果たした。7歳になり、さらに距離が伸びた、アメリカジョッキークラブカップを7番人気ながら2着と、高層、自層、中日新聞杯は、トップ半で、57. 5 7 5ラムを背負い5着。その後、休養し6ヶ月半ぶりの実戦となった、オールカマーは3着。 連覇に挑んだ福島記念は、57. 5 7 5ラムのトップハンデで一番人気となるが山勝エースに一番審査の2着。自走、金車地賞は芝山雄一が騎乗、4コーナーで外目に持ち出して前を射程圏に入れ直線半ばで追い出し2着ディサイファイカに一番審1、4差をつけレコードタイ,のタイムで重賞2勝目を飾った。しかし、 結果このレースが最後となり、脚部不安により、2016年4月27日登録を、抹消、ノーザンホースパークで乗馬となる。福島記念、6番人気のミトラが、重傷発生覇。予想を TV、サンスポー、コム、2020年12月30日閲覧。金射地賞、39年ぶり関東馬。ミトラ、コースレコード V。予想を TV、 サンスポー、コム、2020年12月30日閲覧。重症2勝のミトラが、末勝乗場に競馬ニュース競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS SN。2020年12月30日閲覧。ありがとうございます。